日米対抗リーグ戦日本側出場者選抜リーグ伯美の一戦を迎えました。ジャッキー佐藤とトミー青山の30分一本勝負であります。ここまで橋本さん、はい、ジャッキー、トミー、まずあの成績の方を紹介してもらいましょうかね。はい、ジャッキー佐藤選手、はい、6戦やってまして全勝です。全勝、はいはい、一方トミー青山選手やはり6戦やってまして、はい、5勝1引き分けなんです。5勝1分け、はい、だからどちらも負けていないです。負けがないわけですか、はい、なるほどね。いや佐藤さん、佐藤さんは、まあ、専門家の立場でね、この一戦どういうふうに予想なさいますか。そうなんですよね、とても楽しみにしてた一戦なんですよ。はい、と言いますのは、まあ、その昔ですね、入った当時、トミーはジャッキーと当たってるんですけどもね、はい、もうその頃も全然問題じゃなかったわけですよね。そうでしたね、はい。まあ、その後クイーンゲームですがね、一度はあの各の世界選手権も取ってましてね、特にあのジャッキーとしてはどの程度トミーが大きく成長してるかね、はい、1対1でしっかり確かめる絶好のチャンスであります。そういうことですね。もちろんトミーとしては自分の力がジャッキーに、世界のジャッキーに上通用するか、これまた思い切ってぶっつかれる絶好の相手であります。さすがに見応えがありますね。ありますね、はい、両者なかなか気合入ってます。まあ、この試合だけはですね、場外乱闘もない、一つリングの上のクリーンファイトを期待したいものであります。ジャッキーとトミー、トミーのキック力っていうのは佐藤さん大したもんですね。そうですね、はい、あっとうまい、トミー素晴らしい技を披露しております。さすがにジャッキー鮮やかにブリッジでこれをかわしております。しかし今のトミーの技は素晴らしいものがありました。迫力十分であります。ジャッキーもまあこれだけ戦っただけでですね、トミーの大きな成長はもうあのひしひしと感じてるでしょう。そうですね、まあやはりこう戦前できなかった人はこれだけもう堂々とやるんですからね、はい、もう決して気になんか向いてないと思いますよ。そうでしょうね、はい、打倒ジャッキーの1番手、大きく成長いたしましたトミー青山、今日は思い切ってぶつかっていきます。共に向かい同士で迎えました日米対抗リーグ戦、日本側の選手選抜の公式戦であります。アメリカからね、6人の選手がすでに来日決定、はい、この放送の最初にですね、まずあの武村選手を佐藤さんに紹介してもらったんですが、他の選手をざっとね、橋本さんちょっと紹介してもらえますか。はい、ファビラス・ムーラーさんでした。からビッキー・ウィリアムさん、はい、ジョイス・グレーブルさん、はい、ジュディ・マーチンさん、はい、レイラニ・カイさん、ウィニー・バークレーさん、はい、とにかくあまり今まで日本のリングには登場したことのない選手がね、ずらっとやってまいります。 NWA の系列に属している選手であります。未知の選手もたくさんいるわけで、この辺がどうなるか、本当にあの秋の9月21日から始まりますフジテレビ杯争奪の、これはあのタク戦じゃなくてシングル戦ということもありましてね、本当に期待が持てそうであります。さあグランド技に入りました。足を攻めている、盛んに足を攻めているトミー青山であります。佐藤さんが見ましてね、はい、トミーが一番成長したところ、いいところどういうところですか。結局ですね、はい、トミーの連続は思い切りが良くなってきてますね。あ、そうですか。で技一つ一つにメリハリがこうできてるわけなんですよね、はいはい、だからもう、まあ、つなぎの技が、まあ、無駄が動きに無駄がなくなったということが今一番大きいんじゃないでしょうか。なるほどね、誠に同じような、まあ、大型の選手であります。しかも技もいずれも大物を持っております両選手の対決。
どうなるか全く油断を許しません。今日は北海道苫小牧王子スポーツセンターからお送りしております。北海道のお客様もこういった格闘競技は大好きで、特にこの王子スポーツセンターは去年も超満員でしたね、はい、今年もご覧のようにもう超満員の盛況であります。見応えのあるジャッキー佐藤とそしてトミー青山の対戦を迎えております。レフリーがコロプラド。さあ、あっと、なるほど、お互いに力比べですね。さあ、ジャッキーの構成になりました。ロープに振ります。どうしようというんでしょうか。ジャッキーキックが飛んだ、鮮やか。そしてどうするか、あっとアトミックドロップ。これからホーンの体勢、カウント1であります。2まで我慢してもいいんでしょうが、やはりあの選手が乗っているときはもう1を取られるんだって嫌だというような気持ちなんでしょうね、サッとブリッジに行きますね。そうですね、もうやはり意地と意地ですよね。意地と意地ですね、はいはい、カウントなんか入れられてたまるかと、そういった気持ちなんでしょう。さあ、そうですね。さあ、バックを取りましたジャッキー、どうするんでしょうか。またバックを取りました。後ろから行っております。羽がいじめに行っております。おっと、試合時間は今8分を経過いたしました。本当にいい関係者、それからファン全員が注目した一戦であります。果たしてジャッキーが勝つか、あるいはトミーがジャッキーを破るか。まあ、共に今の成績ですと、まずまずですね、日米対抗に出場できることは間違いないですけどね。しかしいずれまたあの日米対抗でね、強敵と対戦しなくてはいけません。まあ、この2人が対抗戦では、まああのキャプテンとサブキャプテンぐらいになるんじゃないですかね。あ、そうですか、なるほどね。ジャッキーキャプテンの、それからトミーが副キャプテンですかぐらいですね。やってもらえると困るんですよね、はい。盛んにジャッキーの足を攻めておりますトミー青山であります。さあ、今度は、はあ、ももを後ろの方から蹴りつけております。こういった細かい技もですね、必要に使えるようになったんですね、トミーがね。そうですね、グランド技、メキシコ行った成果なんじゃないでしょうかね。なるほど、はい、そういえばメキシコの選手はベテランになればなるほどですね、あの一見派手じゃないんですが、じわじわと相手に効くようなね、こういった技で攻めてきますよね。まあ、あのメキシコってのは関節技、それから立体殺法というんですけども、そうそう、飛んだり跳ねたり、はい、そういうふうなことで体中使ってですね、攻めることが多いですね。なるほどね、はい、この件は、まあ、2回に及びますメキシコ遠征で身につけてまいりましたトミーであります。もともとあの大技というんですか、スタンドではもう定評がありますんでね。そうですね、こういったグランド技を覚えれば鬼に金棒であります。さあ、綺麗に分かれましたジャッキーとトミー。ここまで佐藤さんどうですか、優劣つけられませんか。五分ですね、五分、はあ、まあ、トミーの戦線といえばこうトミーのファンに怒られるんでしょうけどもね、どちらもどちらっていう感じですよ ね、はい、予想以上に前線しております。確かにトミーは大きく伸びたなと、改めてね、その実力のほどがジャッキーと対戦してみて私たちにもひしひしと伝わってきますよね。そうですね、はい、橋本さんがイメージと言いましたね、どこがどう違うのか分かりませんが、今日の両選手の表情は確かに違っております。緊張感がいっぱいであります。ジャッキーが大試合、ここ一番という試合に見せるね、何かあのニヒルなと言いますか、非常にあの冷静なんですが内で激しく炎を燃やす、そういった表情が今日は現れてました。今日はあのほとんど反則技もありません、チョークをアピールしておりますが、おそらくジャッキーです。チョーク攻撃はないでしょう、ありませんね。あのトミーの腕でね、首を絞めてる感じですから、あれはあの反則になりませんよね。あれはならないんですね、うまい頭脳的な作戦であります。まあ、スリーパーホールドの相手の腕を利用したやつなんですね。相手の腕を利用したスリーパーホールドですもんね、はい、ジャッキーこの辺はさすがに見事であります。こういった技も長く続きますと相当に効いてくるんでしょうね。これあのスタミナかなり消耗するんですよね、はい。さあっと
さあジャッキー構成です。ジャッキー構成に出ました。トミーも負けておりません。互いに あまり姿勢に立つということはありません。とにかく構成構成、なかなか見応えがあります。あるいはジャッキーに、あるいはトミーに声援が飛んでおります。トミーでは腕を逆に取りました。トミーであります。あ、ジャッキーの左を攻めております。逆に取りました。何でもないような橋本さん技なんですけども、あれも逆関節取られてますんでね、妙な動き方をすればもうさっとね腕が折れちゃうわけですよね。プロレスってのは本当に怖いです ね怖いんですよ。だからあんまりこうひたずらしてですね、真似しちゃダメだっていうのはそういうところなんですよね。そうそう、小さい子供がね簡単にテレビを見て真似をすると大変なことになります。全て逆関節ではあります。さあ中身の体勢に入りました。これなんかだってね、さあジャッキーロープの反動を利用してショルダーアタック。あの辺はさすが、苦しい体勢からさーっと構成を取りましたジャッキー。しかしまたトミーが逆転しております。お互いによく攻めています。お互いによく攻め合っております。さーっと場外に落とされましたトミー。これは不覚でした。ジャッキー不利な体勢からトミーを場外に落としました。さあ場外に落ちて呼吸を整えております。今リングサイドをゆっくりと回っておりますトミー青山。カウントがついております。ポロプラドレフリーのカウントがついております。さあ向こう側から入ろうとしておりますがジャッキーが捕まえた。ロープ越しのブレンバスターに行った。これはうまい。大技が炸裂しました。さあ今度はどうするか。落としました。あれナンチーがよく見せるんですけどジャッキーも相当の力があるようであります。またブレンバスターに行きました。さあどうするか、バックドロップかどうするか。バックドロップを落とした。これは相当に決まったカウント2であります。軽々とバックドロップ。ジャッキーがどうやら、おっとこれはうまい。今度はトミーの鮮やかな反撃、見応えがあります。さすがジャッキーとトミーであります。ドロップキックか、またドロップキックへ行きました。ジャッキー危ない、ジャッキー危ない。トミーのジャイアントスイングに入りました。ジャイアントスイングに入りました。ファンの悲鳴が聞こえてまいりました。あっと危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ。あっとバックブリーカーに行った。ジャッキーの動きが止まった。そしてどうか、かわしたかわした。逆にを落としました。お互いにバックドロップの掛け合い、バックドロップの掛け合いという感じになりました。今度はトミー、トミーキックが出ました。いや佐藤さん本当にすごい死闘になりましたね。あ、本当ですね。はい、こちらも譲りませんからね。掛け合いですね。お互いに譲りません、お互いに譲りません。トミーとジャッキー、まさに死闘を展開しております。今度はジャッキーが落とされました。向こう側本部席の前、ジャッキーが落ちました。あれ、いやークイーンロケット、一瞬の隙を突きました。ルーシーが入ったんですね今ね。場外に落ちたとジャッキーを抱え上げました。クイーンロケットが炸裂いたしました。1対1のはず。クイーンエンゼルス今ねコンビネーションプレーが見事に炸裂いたしました。ジャッキー今日疲れました。クイーンロケットをまともに受けてしまいました。これがありますんで油断はできません。さすがしかしクイーンエンゼルス一瞬でしたね。体が進化してました。ジャッキー上がれるか、さあジャッキー上がれるか。ジャッキー上がれないと大変だ。どうかどうか、ジャッキー上がれないか。ダメですかこれ。ダメでしたね、ダメでした。カウントアウト、ジャッキー上がれませんでした。クイーンロケット炸裂いたしました。何か最後は思わぬ展開になりましたね佐藤さん。なりましたね、もうまさかね、2人だけの試合にですね、出てくるとは思わなかったんですよね、はい。無意識のうちにですね、自然に行ったのかも分かりませんが、はい、ジャッキーとしてはね、これは無念。